今年は海ごみ、特に海洋プラスチック問題が大きくクローズアップされる年でした。ちなみに海ごみの8割は私たちが出したごみだということを皆さんはもうご存知ですよね。陸がきれいになれば海もきれいになる。三重県玉城町にある鍵の国内トップシェアのミバロック株式会社玉城工場さん、ここで社員の皆さんが清掃活動を実施するということでお邪魔してみたいと思います。清掃活動を始めたきっかけは何だったんですか？はい、普段から、地域の清掃活動などには参加をしておりますが、工場がある玉城町、伊勢市、そして三重県が少しでもきれいになればという思いで行っております。私も一緒に参加させていただいてもよろしいですか？はい、もちろんです。この活動ってどのくらいやられてるんですか？そうですね、もう今年で約22年目になります。始めた当時は10人程度から始まって、はい、まあ、今これぐらいの人数になってますけど、こういうポイ捨てとか落ちてるゴミとか見てどう思いますか？そうですね、この活動をして気がついたっていうことがあるんですけど、多いゴミがありますんで、当然ですけどこのようなポイ捨てっていうのはダメなことですよね。もうこれ完全にポイ捨てですね。車から投げ捨てってったんですかね。見えますかこれ、なんかこういうゴミが雨とかで水で流れて川に行って、それが海に流れて海を汚していってしまうんですね。いや、期間が多くてびっくりしましたね。飲んでた時のものを捨ててっちゃうんですかね。清掃活動の大切さや感想などはありますか？はい、この道を毎朝車の通勤で使わせていただいているので、少しでもゴミがなくなることができてよかったと思います。ここで私たち働かせていただいているので、少しでも社会貢献になればいいなと思っております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これからもこのような活動は続けていくんですか？地域の三重県の一員として社会貢献するために、引き続き、このような活動取り組みを続けていきたいと思っております。はい、これからも頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。海と日本。